今夜にかけて関東各地で雨、雷雨に注意してください。いただいておりますウェザーリポート見ていきましょう。群馬県高崎市からです。土砂降りの雨が降っています。ひょうも降り雷が鳴り続けています。道路が川のようになっており、水を跳ね上げながらゆっくりと車が進んでいきます。ということで、こちらは道路冠水が一部発生してしまっていますね。周りよりも少し低くなっている道路などは特に注意をしてください。短時間での強い雨、この後も続く可能性があります。続いて神奈川県横浜市神奈川区からです。雨がすごくて路肩に止めましたということで、雨の勢いがかなり強く、見通しも悪くなっていますね。このあたり落雷も伴っております。まずは安全なところで、身を置いて過ごすようにしてください。では続いて東京都内からです。こちらは足立区、雨がザーザーといただきました。この時間は東京都心でも雨が強まっておりまして、一部雷も発生しております。この後の雨雲の動き、天気の変化詳しく見ていきましょう。それでは予報センターの山口さんとお伝えします。山口さん、この後も関東あちこちで雨雲流れ込みそうですか？はい、そうなんですよ、はい、これからまだ夜遅くにかけて、雷雨、激しい雨ですね、これが続く可能性があります、はい、まず現在の様子をご覧ください。この時間の皆さんからのご報告見てみますと、大変強い雨です、ゴーという激しい雨のご報告を、いくつかのこのエリアからいただいております。雨雲重ねますと、かなり活発な雲として、特にこの東京今23区とその周辺、また関東北部ですね、かなりですね広がりを持って強い雲が出ているというのが特徴になります、はい、こういった雨雲の下では雷も多発しております。現在の落雷状況を見てみますと、その関東付近南部と北部の雲で、かなり多くの落雷が起きている状況で、先ほどあった雲というのはですね、いわゆる積乱雲ですね、これが出ているということになります、はい、でそれぞれの雲は現在東の方にこう動いている最中なんですけども、関東全体でいきますと、まだ今夜遅くにかけて非常に大気の状態が不安定となりそうなんです。でこれ二重地の図です。今出ている雲とはまた別の雲が発達をしてくる可能性がありまして、これが夜遅くにかけてだんだんと南の方に、雲のエリアが全体的に降りてきそうなんですね。関東南部については今降っている雨、一旦峠越えた後もう一度強まってくる恐れがありますので、はい、この後も最新の雨雲の動向には十分お気をつけください。はい、この後の詳しい状況はお天気アプリウェザーニュースからもご覧いただけます。